どうも、知ってますか僕のこと。下野ひろです。はい、ということで、今回もですね、こういう風にグッズをたくさん作っていただいたわけなんですけれどもね。まあそうですね、これクリアポーチね。いや、すごい色ですね、これね。ビッカビカしてますね。はい。そしてね、今回こういうのも作ったんですね。ほぼサクサクのパイ。ほぼサクサクなんですか？なんでちゃんとサクサクしてないんですか？食べていいの？いきなり食べるのかよ、お前っていうね。一番最初にこの大物から紹介しないのかよって思ったでしょ、ね。そんなね、何でもかんでもセオリー通りに行くと思うな。油断するな、油断するな。飛び道具みたいな人いっぱいいるんだぞ、整理業界だって。さあ、これはここから開けるのか。こうか。ほぼサクサクのパイ。本当にほぼなの？サクサクしてたらもう一回あれだよ、作り直してもらうよ。見直さなくてもいいでしょう。なんだろうね、もっとサクサクってくるのかなと思ってたけど、意外と確かにほぼサクサクだね。そう、皆さんね、ご存知だと思いますけどね、今多分お気づきの方もいるでしょう。今ね、ほんと考えなしで全然食べてるんですよ。ね。口の中にも急に乾き始めたもんね。ちょっと、待って、どうしようかな。あ、出た。これ商品説明にこんなにさ、時間かけるもんじゃないよね。まだ2つしか紹介してないのね。はい。そうですね。ね、ほぼサクサクしてたんで、このまま販売させてもらいます。さあ、そして、これが、アクリルキーホルダー。ね。キャラクターのものもあれば、これ、書いてもらったんですよね。はい。実写っていうね。なんで俺こんな格好してんだろう。しかもよく見たらこれバズーカ持ってんだね。そうか、あの時か。え、これでバズーカ撃ったんだっけ。そうか、なんでこれでバズーカ撃ったの。みんなちょっとテンションおかしかったのかな。はい、ね、こちらが9種類か。あ、喋るんだね。喋ってくれんだ。なんで急にまた黙るの、ね、小野さん、なんで黙るの。おもてなしイモからの中じゃん。喋ってくれてもいいんだよ。家から薄れてる。怒った、小野さんが怒った。はい、ということで、ね、9種類の、アクリルキーホルダーと、これが缶バッジ。こちらもキャラクターと実写がございますね。これが、8種類。これも9です。ちょっと待って。あれ、これでも出ちゃうとあれかな。はい、うん、あの顔映さないでください。顔映さないでくださいね。はい、これが9種類目です。顔映ってない、大丈夫。よし、はい、よし、はい。さあ、ということでね、こちらと、あ、そう、もう忘れておりましたね。これリーフレットね。でかいですね、これね。あー、なるほど、過去の写真とかもいろいろ入ってるんですね。はい、まあちょっとだけね、まあ皆さんどんな内容になっているのかちょっとだけ見せます。はい、気になった方はぜひともですね、こちらの方をお買い上げいただけるとありがたいなと思います。そして、このうちわと、これはポストカードにしたらちょっと大きいですね、こちらのね、写真と、そしてこちらがシールでございますね。はい、ちなみに、こちらね、なんだよこの手って思いますけど、これ下野さんの手です。はい、これなんかスタッフ一押しらしいです。ちょっと僕的には俺の手なだけだけどなって思うんですけどね。はい、ね、あと忘れてました。そう、これね、トートバッ
こちらの方もね、グッズとしてはい販売いたします。ん、あ、今来てらっしゃる。本当全然忘れてた、俺私物のつもりでいたわこれそうなんですね、はい、ね、こちらフォアハジの、ジャージとなっております、ね、これね黒に見えるでしょ、違うんですよ、実はね微妙に紺なんですね、はい、なのでこちらの方もですね、これもそうですね、対象ですね、対象となっておりますので、ぜひともよろしくお願いします。あの皆さんよかったらですね、こちらのグッズの方、ご購入いただけたら嬉しいななんて思います。そして、ほぼ86の方もですね、先ほど、収録というか撮影の方が終わったので、こちらの方もですね、ぜひとも楽しんでいただけたら嬉しいななんて思います。よろしくお願いします。ということで、以上、下野ひろからの、行き当たりばったりグッズ紹介でした。